ブライアン・クローソンはアメリカ合衆国のレーシングドライバー。クローソンはカリフォルニア州サクラメントに生まれる。インディアナ州ノーブルズビルのノーブルズビル高校に通った。2005年6月17日、16歳の誕生日の2日後にオハイオ州リマランドモータースポーツパークでユサック・ナショナルスプリントシリーズにデビューした。2005年10月8日にクローソンは コロンバスモータースピードウェイでのミジェットレースで初勝利を挙げる。ユサック史上最年少の16歳3ヶ月と23日であった。2006年8月12日、インディアナ州のセーラムスピードウェイで行われたスプリントミジェットレースのダブルヘッダーでスイープを達成した。8月31日、クローソンはゲートウェイインターナショナルレースウェイでアルカでの初勝利を挙げた。 二ヶ月後に、ナスカー、ブッシュシリーズにデビュー、チップガナッシュレーシングのダッチをドライブした。2007年は、キース・クンツ・モータースポーツから、ユサック・ナショナル・スプリントシリーズに、フルで、ミジェットシリーズにパートタイムで参戦した。マーコス・アンブローズと競うクローソン2008年の、ナッシュビル・ナスカーにステップアップしたものの、クローソンは1月12日に、 自らのルーツであるダートトラックに戻って、オクラホマ州タルサで行われた、チリボールに参戦した。このレースには、トニー・スチュワート、ケイシー・ケーン、ジェイソン・レフラー、ゲイリー・スケルチ、クルツベ・ドレゴン、ティム・マクレディといったトップレーサーが参加した。彼は4位でレースを終えた。2008年、クローソンは、ネーション・ワイドシリーズに、チップガナッシュのダッチで参戦したが、チームは、 カイル・クリシロフを起用した。その後は、ダリオ・フランキッティの代役として数戦に参加した。7月には、初のポールポジションを獲得したが、1週間後に、フランキッティに変わられた。カップ戦へのデビューは、シャーロット・モーター・スピードウェイでのバンク・オブ・アメリカ500で、あったが、雨でチームは予選への出走を取りやめ、オーナーポイントも不足していたため予選不通過となった。 アトランタモータースピードウェイでの二度目のデビューの試みも同様に雨で終わった。彼の実際のデビューはテキサスであったが予選を通過することはできなかった。クローソンは2009年ネーション・ワイドシリーズにフル参戦する予定であったがファステナルがチームのスポンサーから撤退しチームは参戦を取りやめた。彼は11月にターキーナイトグランプリで優勝した。クローソンは2010年 トニース・スチュワート・レーシング・シルバー・クラウンチームに加わり、ユサックに参戦した。このシーズン、彼は、初めての参戦児童用に成功し、チャンピオンを獲得した。彼は2011年、ファイアストイン・ディライツのオーバルレース全6戦で、スカラーシップの賞金を得、その総額は30万ドルに上る。クローソンは2012年のインディ500に、サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシングから出走した。 その後2015年、2016年にも出場している。また、スプリントカーのシリーズ、ワールド・オブ・アウト・ローズなどにも参戦していたが、2016年8月6日に、リンカーンで出走した、ミジェットカーのレースでの事故により、翌7日夜、この世を去った。インディライツ・インディカー。ありがとうございます。